皆さんこんにちは。なんと、原神のリーカーへ1500万元もの罰金が確定しました。過去にはこういうニュースがあったり、最近ではディスコードへの開示請求だったり色々ありましたが。はい、今回は普通に罰金が確定した話ですね。はい、ちなみに内容としましては、メイプル原和葉のリークを拡散した罪ですね。バージョンで言えば 1.6 の頃に該当します。裁判が起こされて最終的に1万、5000万円の支払いが命じられたと。という簡単な動画でした。ソース元は、ちゃんと、概要欄にあるので各自見てみてね。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さようなら。